今日も、吉野博士セミナーチャンネルへようこそ。なんか変な盛り上がりで、いきなりオープニング始めましたけども、皆さんチャレンジしてますか？ということでですね、こう日々のね生活に追われてですね、本当はやるべきことを、先延ばしにしてしまったりですね、面倒くさがったりですね、それから新しいことを始めるときなんかこうなんか怖いとかですね、ドキドキして、皆さん立ち止まっていませんか？でもね、一歩踏み出さなければいつまで経ってもあなたの夢は叶わないんです。目標も叶いません。それどころかですね、このご時世なんでこのまま何にもしないでいると、例えばこう職を失ったりとか、破産しちゃったりとか、家族離散でなんてこともあるのかもしれませんよね。怖いですね。嫌ですね。で、やるべきことをやってれば目標は達成されるように、あなたの願いは叶うのにって分かっているんですけども、なかなかこう一歩が踏み出せなかったりするんですよね。で、今日のこの話を聞くとですね、今まであなたができなかったことが一気にできるようになります。一気にです。分かりやすい当たり前の話をしますけども、バッターボックスに立たなければホームランは打てません。そしてこう釣り糸を垂らさなければね、魚は釣れませんよね。そして挑戦しなければもう間違いなく目標は達成しません。で、確かにその通りなんですよ。その通りって分かってるんですが、なぜか行動を起こせない。なんかね、すごい決意がいるみたいな気がして、なかなか一歩が踏み出せないんですよね。で、大切なのはこう考え方ですよね。それよりもバッターボックスに立てばホームランが打てちゃうとかですね、釣り糸を垂らせば魚が釣れちゃうとかですね、挑戦したら目標達成しちゃうみたいな、まあ、こういうこちらの方が目標に対してなんか前向きでワクワクした感情になりませんかね。人間っていうのは感情の生き物なんですよね。このようにこうワクワクした感情から始まる行動っていうのは大抵いい結果をもたらすんですよね。これ実は人間の脳みその仕組みなんですね。だからちょっとだけ物事の考え方とか捉え方とか言葉をね、自分の都合のいいように変えて、このワクワクした状態ですね、こう一歩を踏み出す、それから行動することがすごく大事なんですね。最初の一歩を踏み出すときにですね、どのような感情でいるかっていうのが実は最も大事だっていう話なんですよね。だから一歩を踏み出す勇気とかじゃなくてですね、もう一歩踏み出したくてたまんないっていう、こういう感情を持つことなんですよね。いいことが起こったからいい感情になるんじゃないですよね。いい感情でいるからいいことが起こるっていうことなんですね。はい、今日のこのお話がですね、あなたのお役に立てましたら幸いです。また次回もこの吉野博士セミナーチャンネルをぜひご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。